1点取れば岩貞に久しぶりの勝ち投手の権利。懸命にリードしてきました原口、一打勝ち越しのチャンス。栽培するかわからないなっていうのは、はい、これだけあのセカンドにランナーがいたわけじゃないですか、はい、もしかしたら上本があのセンターの大きなフライでタッチアップしてサーブに行ったら、はい、あんだけ前に来てないわけなんですよ、そうやって考えると何が栽培するかわからないですね、ねえ、かなりリフトが前に来ていると先ほども